10歳9ヶ月 145.2cm のあなたが将来 175cm に到達する可能性はズバリピーパーセントです。身長ビヨン、医師医学博士、整形外科専門医、身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関することを発信していきたいと思います。身長を飛ばした人はチャンネル登録よろしくお願いします。ということで皆さん、175cm いきたいですかとかね、もういきたいに決まってるでしょということですね。今回はですね、10歳と9ヶ月の 145.2cm の、ね、お子様のモニターさんのねデータを使いながらですね、このお子様が将来175に行くのか、そういったところで見ながらですね、皆さん175cm いきたい人のですねアドバイスをねさせていただきたい、そういうふうに思いますし、またですね10歳前後、11歳前後、そういったね近い年齢のお子様はこういうの見ていただくと、将来ね何センチになるか、まあ、親御さんも含めてですね分かっていただけると思いますので、またねこの時期どういう風にして身長を伸ばしていくといいのか、そこも全て解説させていただきたいと思います。身長を伸ばしたい人、175cm に到達したい人はぜひ最後までご覧ください。それではデータの方に行きましょう。皆さんね、175cm 来た人全員見てますでしょうか。10歳の方ね、11歳の方全員見てますでしょうか。実践始めていきますよ。準備よろしいですか。はい、ということで、ね、今回ですね、10歳と9ヶ月 145.2cm なわけですけども、そのお子様が最終的に何センチになるのか、 175cm に、ね、到達できるのか、もしくはですね 175cm 到達するために何ができるのかね、そういったところを解説していきたいと思います。ということで、まずはね最終身長を測していくわけなんですけど、最終身長を測するときはですね5つの項目から測していきます。まずは現在の身長、そして過去の身長、骨のレントゲン検査、そして思春期症状、ご両親の身長、まあ私の方だと遺伝身長と表現を使いますね、遺伝身長、この5個の項目を掛け合わせてですね、最終的に何センチになるかを予測していくわけになります。ではね、このお子さんのねデータを見ていきましょう。このお子さんはね10歳と9ヶ月で 145.2cm になりますので、このままですね仮に日本人の平均的にまず身長伸びていったらどうなるかなと検討していきましょう。ということで、成長シート参照とかですね、はい、こちらの表ですね、馴染みがねもう深い方も多いかもしれません。この表ですね、これね最近商標登録済みましたよと、身長先生の成長シートということですね、名前を付けさせていただきましたけども、こちらの表はですね日本人の平均的な身長伸びをですね表にしたものになりますので、この表を使うとですねあっという間にですね将来何センチになるのかね分かっちゃうということで、超優れものということですね。こちらの方商標登録をしているんですけども、皆さんには無料でお渡ししてますということで、公式 LINE の方にですね成長シート希望というふうにお伝えいただければ皆さんにお渡ししてますので、欲しい方、身長伸ばしたい方、身長予測したい方、ぜひご応募ください。お待ちしております。ということで、まずこのお子様ですね、10歳と9ヶ月ということで、まあ、この表の使い方も簡単に説明していきましょう。こちらに、ね、年齢の軸が書いてますので、ここのまず年齢の軸を、ね、合わせてみましょう。今回は10歳と9ヶ月でいらっしゃいますので、ここの部分ですよね、ここが10歳6ヶ月、ここが10歳9ヶ月、ここが11歳0ヶ月ですので、10歳と9ヶ月、ここの線にビーッと線を引いていくと、でこのお子さんは 145.2cm でいらっしゃいますので、ここですよね、 144.8 と 145.6 の間にいらっしゃるわけですから、ここに今いらっしゃるというような表現になりますので、まあ、ここに点を打つことができます。皆さんもね実際にこういう風にですね成長シートをお配りしたら、まず A3 で印刷をしていただいて、結構これ字が細かいので A4 だとちょっと小さいと思いますので、 A3 で印刷していただいて、自分の身長通りこういう黄色く塗ると、色を塗っていくといいと思いますので、こういう風に活用しましょう。私はねパソコンでやってしまいますけど、まあ、こんな感じと、でまず 144.8 から 145.6 の間にいらっしゃるので、ここのペースにいらっしゃると、じゃあ仮に平均的に伸びていったらどうなるかというのを考えるわけですね。ということで、平均的に伸ばしてみましょうとかね、タイムスリップとかビーってね下に下ろしていくとタイムスリップできますので、ビーって下ろします。早速タイムスリップしてみましたということで、18歳、ね、ここのところなんですけど、18歳までぐーっと伸びていくと 175.4 から 176.3 ということですね。平均的に伸びていくと、このお子さんは 175.4 から 176.3 のペースに行くということがですね分かるような形になります。この表ですね、どういうふうに見るかちょっと説明していきたいと思います。まあ、18歳はここですよね、まあ、例えば平均的に伸びていったら17歳の段階ですと 174.6 から 175.4、 17歳0ヶ月平均的に伸びとここに到達しますよと、同様に16歳0ヶ月の時点で 173.4 から 174.3 のペースに行く、15歳0ヶ月の時点で 171.8 から 172.5 のペースに行く、そういったような表になるわけですね。なのでこれを見ると1年後に大体どれくらい、ね、身長が伸びるかなんてのが分かるわけになります。例えばですけど、今回、ね、1年後を想定してみましょう。10歳で今9ヶ月にいらっしゃるわけですから、ここが今ですよね、なのでここから3ヶ月後はここ、6ヶ月後がここ、9ヶ月後はここ、12ヶ月後はここってことになりますので、単純に平均的に身長伸びていくと152.5cm ぐらいになるわけになりますね。ですので、ここをね、計算してみると、例えば 152.1-144.8 してみると 7.3cm ということになりますので、これがですね、日本人の平均的に伸びていくと、だいたい 7cm ぐらい年間伸びるっていうのは、そういった時期だってこともすぐわかりますので、この表面でいろんなことがわかるわけになりますので、ぜひね、皆さんもこれ無料でお渡ししてますので、LINE の方にね、欲しい方は送ってください。はい。ということで、まずはね、1番目の項目としては、ここですね、最終身長の予測の項目の1つ目ですね。平均的に伸びていくと 175.4 から 175.5
176.3 のペースにいらっしゃるということになりますので、1番目のデータからいくとこのお子様で 175cm 到達できますってことですね。イエーイってことですね。ただし平均的にね伸びる子もいれば伸びない子もいるわけですから、この子は実際これからですね18歳まで身長伸びるというふうに仮定すればですけども、7年8年間ですね平均的に伸び率を、ね、獲得できるっていうところが、まあ、確証できればね、そういった175に到達できるわけですけども、そういった方向性に向かうのか、早熟傾向なのか晩熟傾向なのか、平均の伸び率が高いタイプなのか低いタイプなのかっていうのはやっぱり検討していくといいわけになります。はい、ということでね、今日の身長に対してじゃあ昔の身長どうだったかね見てみます。で、昔の身長ですね、いろいろデータいただいております。まあ大体なんですけども、3歳6ヶ月ぐらいの時はですね今と同じようなペースにいらっしゃると。ただしそこからですねちょっとこう大幅にこう一回情報を修正します。でよくお伝えしているのが、大体5歳ぐらいまでの年齢というのは非常にこの身長差がこう行ったり来たりですね、もう非常に右往左往、誤差が激しいという表現でしょうかね。ですのでおそらくこれはあまり関係ないというふうに仮定します。でそうやって見てみると、じゃあ5歳はここら辺ですよね。大体ここにいらっしゃるわけですので、まあデータとしてはここら辺ぐらいから、まあおそらく正しいのかなっていうところになります。でこうやって見てみると、こうやってきてこうやってちょっと、ね、少し落ちてきてるっていう表現になります。ということで、このデータはそもそもまず珍しいです。まず最初にのポイントとしては、こういったデータが出てきた場合はそもそもここのデータが異なるっていうような可能性があるというふうなことが一つ言えると思います。なかなかこういうふうにただただ単純にこう左側にシフトしていくっていうのはあまり、見られないかなというか、本当かなっていうのが一点なんです。ただし次なんですけども、ちょっとこれ先走ってですね、5番目の項目ですね、最終身長を予測する5番目の項目の遺伝身長の部分を先にね見てしまうと、この方はですね、お父様が168センチ、お母様が164センチということで、遺伝身長が 168+164+13÷2 ということですね。で、それ 172.5 ってところになりますので、ここにですね遺伝身長が一致するわけになりますので、こういったような時期というのはですね、遺伝身長が考えると非常に高いところになっていて、オーバーパフォームっていう表現もできると思いますので、やっぱりこういったところに向かうっていうのも一理ありますので、こういったところは一応存在します。ちょっとパターンの紹介ですね。遺伝身長が例えばこういったところにあって、身長が高いところにあって、こういうふうにだんだん落ちてくる。で特にですね、ここでね新規を迎えてこういうふうに凸になったりだとか、そういったこともなく、単純にこうなだれ落ちるようなタイプっていうのはグラフとしては一応たまに見ますので、まあ、よくある例じゃないですよ。そういったような可能性があるかなっていうのがね、ここから分かるような形になります。で過去の身長からすると、まあね、ちょっとこれよりは少し低くなるというふうに考えた方が、まあ、無難なのかなみたいな。ただしここは正直言うと分からないということで、2番目はね、ここから見ると、まあ、ちょっと、ね、早熟タイプのグラフになってくるのかなと。ただ典型例ではないなと、まあ、これより低くなるというふうに予測した方がいいのかなと。ただ別に高くなることを否定できる、そういったようなデータではないということで、まあ、ここの予測はちょっと三角というような表現だと思います。じゃあそれに対して3番目を見ていきたいと思います。で2番目がですね、この早熟説を少し軽く立てたわけなんですけども、それが本当に正しければ、今度は骨年齢も高く出てくるはずですということで見てみました。ということで、骨年齢は私の目視の方で計算すると11歳と9ヶ月でここはやっぱり早熟傾向というような表現になります。で私のね目視での評価が、ね、正しいのかどうかっていうところをね見極めるために、そのキャスマスっていうデータがあるんですけども、まあ、パソコンの方でですね、読み込んでみてます。 CASMAS っていうデータがあるんですけど、そういったところで見てみると 12.02 歳、 12.25 歳、こちらが左手のデータですね。でこのお子様はですね、左手が 12.02 歳の 12.25 歳で、右手の方も一応今回ね、見てるんですけども、右手の方で見てみると 12.28 歳、 12.11 歳ということで、まあ、ここから見るとね、明らかに実年齢から比べて1歳以上ですね早熟傾向ってところになりますので、やはりですねここから見ても2番目の方で予測した早熟傾向と強いわけになりますので、あれと、少しですね175センチに行くっていう予想に対してですね、少しこう陰りが出てくるっていうところになります。ですのでここから見てみると、ややですねこう2番目のデータを支持するような内容であるということが分かるような形になります。じゃあ思春期症状どうでしょうということで、まあ、仮にですけども、これでもしですね思春期症状がもし出てというような表現であれば、もうほぼ間違いなく早熟が確定するわけなんですけども、じゃあ今回どうかなというふうに見てみると、まあ、今回ね思春期症状は特にないということですので、少なくともですね、まあ、めちゃくちゃ早熟とかそういったことはないんだなというようなところになってくるのかなとか、まあ、かなり難しいですよね。だから早熟はよく分かんないなと。だけど今後思春期が早く出てくると嫌だなと。具体的に言うと、おちんちんの毛がねもう近々生えてくるとか、そういったようなことかなり早熟になりますので、そういったのがないのかなとか、声変わりがねしてこないのかなとか、そういったところを注意深く見ていく必要があるという形になります。ただこれ非常に曖昧な数値になりますので、やっぱり、ね、ここで採血、後でお伝えしますけど、採血の項目を見てね、その内容を補正していくっていう表現になってくると思います。で5番目、先ほどお伝えしたね 172.5cm ですよとかですね、ご両親の身長から計算される遺伝的な、予測値ということで 172.5 と。
はい、ということで、まあ、いろいろなデータでお伝えしてきたんですけど、じゃあこの時点で最終的に何センチなのかちょっと一緒に見ていきたいと思います。どうやらこのデータからいくと、やっぱりこっち側、左側に最終的に行くんだろうなということが分かります。遺伝子身長的にももっと左に行こうとしてますし、骨年齢からしてももっとこっち早熟傾向でこっち側に行こうとしているような形になります。まあ、例えばですけども、骨年齢が11歳と9ヶ月という説がですね、まあ、仮に正しいとします。そうするとですね、まあ、仮にですよ、骨の年齢が11歳9ヶ月というわけで、全部が11歳9ヶ月というわけではないんですけども、全てが11歳9ヶ月同じような状況であるとするのは、ビーッとこういうふうに線を引いていって、今の実測の進捗を当てはめてみるわけですね。でそうするとここというところになります。でこれちょっとアップしてみましょう。はい、今回で 145.2cm ですので、骨年齢のところにこういうふうにプロットして、まるで自分がですね11歳9ヶ月かのようにして自分のことをですね例えてみて将来を予測してみるわけです。なのでここから予測してみると、仮に体が11歳9ヶ月で身長伸びて、こういった 169.1 とか 169.1 とか、そういったところに向かうというところになりますので、まあ、こちら側に行く要素がこの程度強いところですね。はい、次ね、ここでよくある質問なんですけども、例えばですけども、この実年齢で予測される平均的な伸びと、こちらの骨年齢的に予測される伸びと、どちらの方が影響力が強いかっていう風なねことをよく質問を受けるんですけど、それは間違いなく実年齢です。こちらです。なんでかというと、これ仮想現実だよね。仮想現実よりも実年齢の方が強いです。実年齢と実測値の方が最終身長予測するにおいてウェイトとしては大きいですので、こちらの方が引力としてはこういった引力だ、その中でこういった小さな引力が働いてるっていうところになりますので、まあ、こういったところで見てみると、まあ、これよりは正直言うとやっぱり低くなるという風な考えるのがだということなので、この時点からするとですね、 174.5 とかこういったようなところの上限値が生まれてきて、ここが左側にシフトするっていうところなので、どれくらいシフトするかっていうと、このね骨年齢、例えばですけど11歳9ヶ月がここですよね。ただ先ほどのパソコンの方で読み込むと、一番厳しく見積もると12歳3ヶ月程度の時の評価になってましたので、12歳3ヶ月で 145.2cm だとすると、こういったところにいるわけですので、そういった方が将来身長が伸びていくと 166.6 から 167.3 になりますので、まあ、最大ですね、そこら辺まで引っ張られるというような可能性があるというのがね、今回のデータから分かるわけになりますので、今回でかなり正直予測が難しいですねっていうふうになります。じゃあこうやって見てみて、じゃあ総合的にどういうふうに判断するかっていうところなんですけども、まあ、遺伝子身長がねここら辺にありますので、まあ、そういった意味ではね、ここはちょっとさすがに厳しすぎるのかなというふうに考えると、まあ、どうでしょうかね、まあ、ざっくりとした表現としては、まあ、一番低く見積もると 166.6 から 169.8 で、高いゾーンでボリュームで予測すると 170.4 から 174.5 とか、まあ、こういうふうな2パターンぐらいで予測されるわけです。なので全体予測でいくと 166.6 から 174.5、 かなりですね予測としてはですね、身長先生お前予測になってねえじゃねえかっていうね、クレームが出そうなぐらいですね、ちょっと雑な予測になってしまう。逆にそれがですね、予測が難しいで表現もできると思います。まあ、ただし、まあ、この情報からですね、まあ、少なくとも180センチに行くとか、そういったような情報ではないような印象も受けるのも事実になります。ということで、まあ、今回ねこういうふうに、まあ、大きく分けると2パターンの予測をしたわけですね。超早熟、本当の超早熟パターンと、ちょっと早熟みたいなパターンになります。仮になんですけども、これ10歳10ヶ月で採血のデータでもうテストステロン、男性ホルモンがしっかり出てれば、もう間違いなくこっちの方になります。仮にですけど、そのテストステロンのボリュームがかなり強い場合、まあ例えばですけども、まあ数値で具体的に申し上げると1とか2とかで、そういった数値が出ているような方ですと、もっと本当にさらに低くなる、166にも到達するのは難しいとか、そういったことをお伝えするぐらいの数字になってきます。ということで、まあ今回ね、この方の採血のデータを一緒に見てみましょう。はい、ということで、ね、ズバリなんですけども、今回ね採血のデータは男性ホルモンがテストステロンという値で表せるんですが、テストって書いちゃおうかな、0.03 未満ってことですね。おめでとうございますということで、今回幸いにも男性ホルモン検出してませんでした。ですので、この早熟傾向というのが春季に由来するものではないということがここで確定してますので、そういった意味ですね、まあ大幅にこっち側に行くっていうような可能性今のところなさそうだってところですごく安心するわけになりません。先ほど2つ予測しましたけども、どちらかというとこの時点から一応高めの予測になってきますので、170.4 から 174.5 がこの方の現時点での採血上も予測という表現になってくるのではないでしょうか。ただね、まあ、今回175というのを一つの目標とすれば、もう一歩というふうな表現もできると思います。ではね、175に到達したいわけですけど、採血上で改善できる点はないかというふうに見ていきたいと思います。ということで、ね、今回見てみると、他の数字、例えばですけども、亜鉛はですね112とかですね、基準値が80から130というところになりますので、この方に関しては非常に亜鉛は補充されているというところになります。2018年のね亜鉛欠乏症診療指針のデータによれば、亜鉛が欠乏している状態で亜鉛を投与してあげると、低身長の症の子はですね身長伸びたというデータがありますので、欠乏していればですね補充してあげたりするわけなんですけど、今回はねそこは足りているという表現になります。それと同様にですよ、鉄分も見てみましょう。で鉄に関して言うと、これ昔のねこの動画で説明している内容ですね、ライナーグロースインチルドレン with iron deficiency anemia before and after treatment ということで、鉄欠乏性貧血のお子様を治療した場合に成長がどうなったか
っていうふうに見てるんですね。で、こんな表が得られたよということで、あくまでもその病的に結合してる子に限った話なんですけども、もともと 7.5 センチしかね、年間伸びなかった子は治療することによって 13.2 センチ伸びたよということで、非常に身長伸びた。なので、鉄欠乏貧血は良くないんだ。ね、つまり鉄っていうのは非常に身長にとっておそらく大事だろうということが、効果推察が立つわけになります。じゃあ、このお子様のね、値見てみると、フェリチンって値がまず一番大事だと私考えています。フェリチン、ね、なかなか聞いたことないと思います。貯蔵鉄。どれくらいストックがあるか、体の中にストックのある鉄の量をフェリチンという値で表現します。で、この方の値で53、17から321ですので、これもね、基準値をしっかり満たしてます。まあ問題ないでしょうという表現だと思います。まあもっと高い子もいらっしゃるわけですから、まあそういったのをもうちょっとしっかり補充してもいいのかもしれません。まあ例えばですけどもですね、まあ欲張りな発想をするかどうかって、例えば歯並びで言うとですね、病的な歯並びではないけども、神秘的、まあ美しさを求めて歯並びをね、矯正する人たくさんいらっしゃるのと一緒で、まあより理想的な部分を追求していくと、まあ、もうちょっと高くてもいいのかもしれないという発言できると思うんですけど、まあここがね、欠乏してるってことはお伝えする内容ではないと思います。で、鉄に関してこれだけで見るわけじゃなくて、あと他のあたりで血色素測定、こちらの方はですね、ヘモグロビンとか、ね、HB とかそういう風に表記されることも多いですけども、簡単に言うと貧血の指標になります。で、この方は 13.5 ということで、大人の基準値が 13.6 から 18.3 という形になりますね。まあ大人の基準に関するとやや欠乏しているというか、まあ、やや貧血用という表現だと思います。ただし子供の場合ですと WHO のデータによれば5から12歳、まあ、0ヶ月未満は 11.5 あれば OK というふうに書いてあるので、まあ、病的な、ね、ものじゃないよと。だから子供っていうのはもともと低いんだよっていうことになります。ただし逆に言うと、これから大人になるにあたってみんな低い値か高い値に持っていくっていうような時期になりますので、その時に多くの鉄が消費されるのは皆さんもイメージが湧く通りだと思いますので、まあ、絶対に欠乏させたくないわけですね。じゃあその中でフェリチンって値は大丈夫だって言ったところだけど、他の値見てみましょうということで見てみると、 TIBC って値です。で、これ TIBC ね、これすごくややこしいんだけども、総鉄欠乏脳って言います。で、総鉄欠乏脳っていうのは簡単に言うと、高いとダメというか、少しその相対的に、まあ、余力を持て余してる。欠乏してるという表現も言い過ぎかもしれないですけども、まあ、相対的にはもうちょっと潤沢な状態であってもいいかもしれないっていう表現になってくるんですけども、その値が430。で、基準値が239から367ですね。まあ、やや上昇してるってところで、こうやって見てみると、まあ、全然ね、病的な要素はないんですけども、まあ、慎重です。まあ、無理やりでもね、何が何でも伸ばしたいみたいな人の発想化すると、こういったところ少し改善してもいいかもしれないってことをお伝えできると思います。まあ、それと同様に、ビタミンの D は 32.1 と。まあ、これもね、しっかりと基準値保たれてます。なんならですね、まあ、この32という数字はですね、おそらく何かしらサプリメントを飲んでらっしゃるような値だと思います。なかなかですね、天然で32という数字を叩き出すのも非常に難しいですので、サプリメントとか何かしら、もしくはですね、食事が非常にいい状態であるということが、ここは推察が立ちします。ということで、ね、もうこういったところで、ね、まあ、特に今回で一番気になったのは、私としては、まあ、鉄とかね、まあ、サプリメントは飲む必要ないかなとか、いうところあるかもしれません。まあ、厳密にですね、採血で管理しながら飲むことはできますけども、まあ、むやみ飲むものではないと思います。まあ、少なくとも食事からはですね、鉄分をしっかりと摂取していただくと、175に到達する可能性が少し上がってくるでしょうと、というところになります。で、今回ですね、ちょっと最後に少し付け加えてお話をさせていただくと、実は、このお子様は、145.2 センチで60.1キロということで、60.1キロもあるんですね。ということで、これぐらいのお子様は、ローレル指数、ちょっとややこしいんですけども、ローレル指数っていうので、肥満度をね、チェックしていくわけなんですけど、ローレル指数はですね、まあ、体重は、ね、身長の3乗かける10なんていうふうな形で計算するような形になります。で、このお子さんをね、計算をしてみると、体重が60キロですね、60割る 1.45 の3乗かける10ということで、計算すると196.81。っていうような数字が出てきます。で、これはですね、100未満だと痩せすぎ、100から115だと痩せている、115から145だと普通、145から160だと太っている、で、160以上だと一応ですね、まあ、太りすぎというかになりますので、これが少し気になるわけになりますね。ここをやっぱり少し改善していくといいという話になってくると思います。で、そこの理由について最後説明して今日の動画を終わります。そうですね、最後ですね、これアソシエーションビトミンオベシティ&ピバティタイミングアシステマティックレビュー&メタアナリスで、こういった論文の方少し見ていきたいと思います。で、結論から言うと、まあ、女の子の場合で早熟になる可能性があって、男の子の場合はあんまり関係なかったっていうね。Obesity may contribute to early onset of puberty in girls, while in boys there is insufficient data ということで、まあ、十分なデータはないんだけども、女の子に関して言うとちょっと太りすぎが良くなくて、男の子は大丈夫かなというふうに記載があるんだけども、まあ、不十分なデータであり、まあ、少なくともですね、やや太ってるっていうような評価であれば、やはりですね、少し適正体重ですね、さっきのレース数ですね、もうちょっと低い値に持っていったりだとかしていくことがですね、まあ、望ましい。まあ、例えば過去の私の動画でお伝えしているのはね、体脂肪
率が多くなってくると成長ホルモン分泌量も落ちる傾向にあるというふうにデータが出てますね。そういった意味でもね、少し減らしていただくとよりこのお子様に関しては170に、ね、到達する可能性が高くなってくる、そういった表現もできるかもしれませんけど、いかがでしょうか。はい、ね、かなりねボリューミーだったと思いますけど、皆さんに、ね、参考になったのではないでしょうか。今後もですね、身長に関することね配信していきたいと思います。身長を伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、バイバーイ。